文字ホタルホッチは2012年から使用されている東京都国分寺市のイメージキャラクター。デザインは竜のコプロダクションの吉田鈴鹿で国分寺市にだけ生息する新種のホタルという設定になっており昆虫物がたりみなしゴハッチのハッチを思わせる姿と名称になっている。市にホッチの引き渡しがあった8月30日を誕生日とする。 制作予算は40万円と報じられた。着ぐるみも存在し、国分寺市イメージキャラクター文寺ホタルホッチ、着ぐるみ運用規則に従って、各種イベントに貸し出されているほか、国分寺市内の小学校を訪問するなどしており、2013年度の国分寺市の小中学生を対象とした、ふるさと作文のテーマに、ホッチが採用された。ゆる、キャラグランプリに2013年大会より、 エントリー、同年のご当地キャラ部門で350位。ご当地に加え企業キャラを加えた、総合順位は388位だった。国分寺市のイメージキャラクターができました。名前は、文寺ホタルホチ。国分寺市。2013年7月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年7月4日閲覧。 国分寺市のイメージキャラ、文治ホタルホッチ完成タツのコプロに依頼。立川経済新聞。2013年7月4日閲覧。AB 市川宮子。国分寺公式キャラ、ホタルのホッチタツのコプロ作成。朝日新聞、東京長官、玉、P29 キキクラツービジュアルにて閲覧。国分寺市イメージキャラクター文治ホタルホッチ、着ぐるみ運用規則。 国分寺市、2013年12月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年7月4日閲覧、ホッチの着ぐるみを貸し出します。国分寺市、2013年8月29日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年7月4日閲覧、文治ホタル、ホッチが来行。ようこそ、国分寺八章。 2013年7月4日閲覧、ホッチライコー、国分事語小ブログ、2013年7月4日閲覧、ありがとうございます。